夜も始まりましたアニマルマニア、皆さんから届いた生き物に関する素朴な疑問に体当たりで検証していきたいと思います。はい、さあもちろん今夜もアビー横浜でサンキューです、チースありがとうございます。おっす今週も3人がやってきたのは横浜みなとみらい駅に直結するマークイズ5階にあるオービー横浜。渋谷区和弘くん11歳からの質問です、うん、僕は鳥が大好きなのですが、いろんな鳥の羽ってどうなってるんですか、だそうです。まあ、鳥によって違いますけれどもね、さまざまでございますよ。おお、いる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 、すごい、うわいる、早速ほら、本当だ、鳥混合インコ。これは確かに羽の種類いろいろありそうですね。そうだね、これ落ちてますよ。あ、落ちてる落ちてる落ちてる、よ落ちてるじゃん、落ちてるじゃん。あ、綺麗綺麗綺麗、ルリコンゴーインコのやつだこれ。まずはルリコンゴーインコの羽をゲット。あ、あっちにはフクロウがいるよ、ほらみんな、フクロウとミミズクだ。え、なんかすごい、全然違いますね。あ、ほら羽いっぱい落ちてるよ。これはこのフクロウちゃんの羽ですね。これ白フクロウですね。白フクロウ、綺麗、綺麗な、こっちはミミズクちゃんだね。それなんか ポップなポップな顔してる。これはなんていう鳥なんですか。これネパールワシミミズクですね。ネパールワシミミズク、ワシミミズク、かわいい。こういうところがハート模様になってます。どこどこどこ、見たい見たい見たい、羽の模様が。あ、そういうことか。本当だ、かわいいじゃない。すごいなんか愛嬌があるかもしれない。目も大きいですね。うん、クリクリしてて、このクジャクの羽ちょっと取りに行きたいんですけど、ちょっと今回中入れないということで、しもさんにあらかじめ持ってきていただきました。持ってきてくださってですね、はい、ここですね。あった、白クジャクと、うん、それからインドクジャク。で結構さ、はい、長いんだな、やっぱり。長いですね、うん、で広げたらさ、すごく綺麗に思うけど、羽の一つ一つは結構スカスカなんだよね。確かに。ああでもこれがまとまってるから、もっとなんかさ、ね、そう大きなこう一枚かと思ったら、確かに実はそうじゃないんだよね。え、じゃあ重なってすごい本数があるってことですか。あ、そうですね、はい、重なってこういう隙間がなくなるぐらいだから相当ですよね。え、すごい、もずくみたいだよ、ね、羽がない、羽がすごいいっぱい、羽が欲しいんだけど、羽がない。うわ、すごいすごい鳴き声が、あ、すげえ迫力だよ。すごい。こんな鳴き方すんだ。あ、羽あるよ、羽、ほら。お、本当だ。これ僕らがよく知ってる一般的な羽ですね。一般的な羽。でもやっぱり太いですね。確かに。でもさ、これもさ、一枚だったらこの程度なわけじゃん。これでさ、こうやってて体を動かすってすごくない。確かに。そうですよね。え、ガチョウも飛ぶんですか。え、ガチョウ飛ばないの。飛ぶんですか。ガチョウはね、要は元にあったやつはガンなの、飛ぶんだけど、うん、もうガチョウになると滑空はできるけど長期間は飛べないんですよ。あ、そうなんだ、ね、ガチョウの特徴っていうのは何なんですか。やはり泳ぎは上手だけど、うん、やっぱり飛ぶのは苦手。あ、そういう特徴。そうだね。さあね、一重にこう鳥の羽ですよと言ってもね、いろんな種類があると、うん、いろんな効果があるということでございましたね、はいはい、検証結果、羽の使い方は鳥の種類によって様々。